っていう携帯があんのんだけどアイモード知らないでしょ知らないでしょアイモードドコモのアイモード昔広末涼子が CM やったんいやそれ広末は知ってるでしょ広末知らなかったらやばいよでも広末が早稲田に入学した時大騒ぎになったの知らないでしょ知らないでしょすごかったんだからあの時もう日本中大騒ぎよ あん。だから N501 とか知らないってことでしょ知らないし N501、パカパカの携帯 N501。いろいろあったんだよ。あと F とかね。P とかね。<laughs> もう聞いてもちんぷんかんぷんでしょ。<laughs> ウィルコム知ってるあ、ウィルコムは知ってんだ。ああ、彼氏と電話するときにね。はいはいはい、安いからね。あ、それは一緒だ、一緒だ。それは一緒だ。ああ。おっぽカメラ が綺麗なのだけど昔の携帯はカメラついてないからね <laughs> そりゃそうだよ昔はついてないだってこんな流行るなんて誰も思ってないもんだって電話にカメラなんてつけて何の意味があのってみんな言ってたよ <laughs> こんなに当たり前になるんだって誰一人持ってない 昔は全部カセットテープだったからね。<laughs> いやいや、その MD とか CD よりももっと前もっと前もっと前。A 面、B 面ね。う、は、ん、あ。で、上書きされないようにこう爪折ってね。<laughs> で、逆に上書きしたいときはそこにセロテープ貼ってね。<laughs> で、それウォークマンに入れて持ち歩いてね。もうそんな聞いてもチブカップでしょ。<laughs> おっぽあ、のっぽさん